お待たせ。遅い。ごめんごめん、ちょっとイルカ先生とラーメン食ってた。ちょ、ほらこの先でヤマト隊長が待ってる。さっさと行くわよ。へえ。ナルト、サクラ。ん？どうした？あれ、呼び方が。あ、いや、この前本で読んだんだ。他人とすぐに打ち解ける方法とか。それで本には名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって書いて。だからそのこれからは二人のことを呼び捨てで呼んでもいいかな。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに、気軽に呼んでくれていいのよ。そうそう、俺たちに遠慮なんて必要ねえってばよ。ありがとう。よし、さくらちゃん、さい、さっさと大和隊長に話を聞きに行こうぜ。よう。あれ、かかし先生じゃねえか。体はもういいんですか？ま、お前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな。それで、君が新しいメンバーのサイだっけ？よろしくね。はい。かかし先生、俺、先生に会ったら言いたいことあって。ん？どうしたのよ、急に真剣な顔して。あのさ、俺たち前の任務で天地教に。その話か。だったらヤマトから全部聞いてるよ。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ、お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では俺を超えるかもしれない。カカシ先生を超えるって一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術？そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけど、やるか？へっ、今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ。少しでも可能性があるってんなら俺はやってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に付き合わなきゃいけなくてね。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。分かってます。さすがだね、察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの？私たちは修行の手伝いできないからね。せめてこれくらいはさせてもらう。その代わり必ず修行は成功させんのよ。もそれじゃ、僕たちは演習場に向かおうか。カカシ先輩が待ってるしね。おし、やってやるってばよ。
来たな。さっさと始めようぜ、加賀先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の…細かい説明するよりまずはやってみるか。まずは軽く手合わせをするぞ。た了解。なるほどね。で、俺ってはな、お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。おお、俺ってばすげえ。いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。ああさて、ナルトの性質が風なのであれば、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2尾も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。で、おい、聞いてんのか、カクゼ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾のね。じゃあそいつが新たな邪神様の煮えってわけだ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか帰り討ちに会うぞ。おいおい、それを俺に言うかよ。楽しみだった。第三章、不死の暁。けどな、
次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあった？別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒にた、そりゃほかげだ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃ。じゃ誰なんすか？お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか？ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。おう、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの？アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね、いろいろためになると思って呼んどいたんだよ。え、アスマ先生も風の性質持ってんの？おいおい、そりゃこっちのセリフだ。まさかお前が俺と同じだと。そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあんだけど。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろう。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし、やってみるってばよ。カトン排斥。
速症。カトン排泄症。行くぞ。なるほど。もう昔のナルトとは違うわけ。曲がりなりにも分かってきてるじゃないか。それでいい。今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく。そっか、そっか。なんとなくコツが分かったってばよ。アンガトな、アスマ先生。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ。今度礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ、期待しないで待ってるよ。